神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします全国高校野球選手権大会が6日兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕し49の代表校による17日間の熱戦がスタートしました新型コロナウイルス感染予防のため開会式は各校の主将だけが参加し北から南の順に更新しました 横浜高校の玉城春樹首相が高校野球の新たな歴史に名を刻めるように全身全霊でプレーをし最高の夏にすることを誓いますと選手宣誓しました横浜高校は9日の大会第4日第1試合で三重県代表の三重高校と対戦します 2> 第2次世界大戦中 日本軍の捕虜となり日本で亡くなった英連邦軍人など1873人を追悼する礼拝が6日横浜市ほどがや区の英連邦戦死者墓地で行われましたオーストラリアカナダオランダニュージーランドの大使館関係者や市民などおよそ200人が参列し不戦と強制の誓いを新たにしました今年で28回目となります <music> 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で6日、新たに12人の死亡と、10歳未満から100歳以上の男女1万4100人の感染が確認されました。また神奈川県は新たに4454人が自主療養したと発表しました。自主療養の累計は8万4720人となりました。